はい、よろしち3ということで、1月27日、本日から来月の20日まで、34都道府県にまん延防止等重点措置が適用されることになりました。で、よろしち昨日晩酌っていうこのチャンネルでやってたんですけども、一応前回は緊急事態宣言ということで、飲食店さんとかに強烈な縛りが出てたん でそれでテイクアウトの商品などを買ってちょっとでも貢献できればということでやってたんですけども、今回はまん延防止重点措置言えてる、いわゆるまん防ということで、できるだけお出かけせずにできることということで自宅での過ごし方の提案をしていこうということになりました。もちろん飲食店さんのテイクアウトとか利用していただいて、できるだけ人との接触を減らして、ね、コロナが減っていけばいいよねっていうことで一つで、私はですね、おかげさまで仕事もなくなり少なくなりまして、なくなりとは言わない、最近はずっと本を電子書籍で本を読んでました。ずっとライトノベルとか漫画をばっかりなんですけど読んでましたね。で、面白かったのがスーパーカブっていうアニメにも、先のシーズンアニメにもなってたんですけど、それのコミックを読んでて、で原作のライトノベルも読んで、でさらにイラストレーター挿絵描いてる方のヒロさんっていう方のアケビちゃんのセーラー服っていう漫画、今のシーズンでアニメになってるのかな、をずっと読んでました。読書はいいですね。ただ iPad mini とかで読んでるとめっちゃ目が疲れるっていうのが欠点かもしれませんけど、たまに読書もいいなと思いました。はい、そんな感じで明日は誰が出てくれるのかなということで、よろしくお願いします。